骨付きの場合は、一つのこの刃渡り、15センチあるんですけれども、そのうちの前方の方、前からだいたい10センチぐらいのところは刃を薄くして、薄いところをこう薄い使い方をできるような刃にしていきます。そして顎の方、だいたい3センチから4センチぐらいのところは結構刃を丸めにしてやって、刃を丈夫に、ちょっとハードな使い方にも耐えられるような研ぎ方にしておきます。で、裏は研がなくて、裏は2層鋼になっているので、裏は、基本的に研がないようにしてください。裏から研いでいくとだん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 その分、フラットの刃がこう丸く、さらに丸くなってしまうので、そこまでまた平らに、フラットにして戻そうとすると、鋼がだん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 薄くなってしまうので、そのうち鋼がなくなってしまうと。鋼がなくなるともう切れなくなってしまうので、裏からはなるべく研がないようにしてください。で、この骨付きはどれぐらいの角度で研いでるんでしょうか。そうですね、角度っていうのは、一口に、口では言い表せないんですけれども、こう包丁をこう砥石にしつけてもらって、押さえつけてもらって、で、この状態からクッと起こした時に刃先からこう水がピュッとこう漏れると思うんですけども、わかりますかね。もっと上から移してもらうとわかると思います。水がピュッと出る、はい、そのこれがこの時にゆっくり押さえていって刃先にキュッと水が出た、これがこの刃先が一番当たる角度なんです、うん、これが今現在この包丁の角度なんですけども、それよりも、薄くしたい人は、もうちょっと寝かせてやる、それよりも厚くしたい人はもうちょっと起こしてやるっていうような感じで刃を研いでいけばいいと思います。ところはさらに丸く研いでやるのにもうちょっと起こしてやる、角度を起こしてやる、これよりもちょっと起こしてやる、こういうふうに起こしてやる、立ててやるっていうような感じで、で、裏は研がないんだったら帰りが出てきた後は、帰りは最後に軽くで、仕上げの砥石で引っ張るようにベタッとこう砥石につけて引っ張るようにこう、よく使う場所がその真ん中がよく使うと。で、そこの部分がどうしてもやっぱりよくハードに使うので、切れやんだとします。切れなくなったとしても研ぐ場合は全体に頭の先から顎の方ですね、元の方までを全体を研ぐようにしてください。そこを切れなくなったところばっかり研ぐと包丁の形が変わります。仕上げは3000番の砥石で仕上げていきます。基本的に同じようなことを繰り返して研いだ面をさらに細かくしていくという作業です。裏側に返りが本当に指先に軽く、引っかかるぐらいの返りというのが出ます。で、その返りを、3000番で引っ張るようにべったり砥石にしつけて、絶対こう丸めるように、こう丸めてはいけません。丸めるっていうのはどういうことかっていうと、やってはいけないこと、ちょっとこういう動きはしないでください。絶対にまっすぐに引っ張る、返りを、取り除いてやるっていう、あくまで返りを取り除いてやるっていう作業ですので、研いでるわけではありません、これで、返りを完全に、裏側に返りをなくしてやると思うんですね。これでと今度は逆にこっちの表側の方に返りが戻ってきます。で、この返りを今度は
布、ちょっと硬いジーパンのような切れで、取り除いてやります。これはあればこういうようなものでもいいです。こういう感じで、これは、髪の毛、キューティクルに引っかかる。